はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、クシャトリラフェンリルです。さあ本日なんですが、新しいねハルケショアダマシアのお友達クシャテルラフェンリルさんが加わった、史上最強の展開先行番長デッキご紹介していこうと思います。もともとハルケショアダマシアっていうね、デッキ、まあ、結構何回でも動画してるんで、動画化してるんで、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけども、地属性なんですよフェンリルさんが。なのでハルケショーと全然喧嘩しなくてめっちゃ相性いいんですよね。でしかもクシャトリラフェンリルって、まあ、まずそもそもフェンリル持ってこれるんで、まずコストが確保できるからハルケショーのねコストとしても優秀で、特殊召喚した後に召喚権を使ってないから、なんかゴリゴリ展開した後になんかそのいろいろモンスター展開していけるっていうねところと、あとこいつがやっぱ誘発を受けてくれる。例えば、まあ、ウララとか、まあ、エフェクトベーラーとか、まあ、無限保養みたいな、まあ、カード誘発を、まあ、フェンリルに打ってくれる人もいるわけですよ。結構ねフェンリルからライズハート持ってきて展開されるのうざいからランクならされるなと思ったら、普通にそうここにねエフェクトベーラーとか無限保養とか打ってくれるわけじゃないです か、 だからそうすると後の展開が通るんですね。だから例えばハルケショーのギミックからいつも通り見かけ獅子からのブロックドラゴンみたいな動きしていくんですけど、まあ、この動きが通りやすくなります。はい、こいつがいることによって、だからこれは実質ハルケショーアダマシア新規みたいなところもあるというところですね。でさらにこいつは高校から特殊召喚しても強いということで盤面まくれるからね。なのでまあ本当に優秀ですこのモンスターは。はい、ちょっとまた1段階このデッキ強くなったかなっていうところはあるんですけども、で今回なんですが、ハルケショーの、ムーブゴリゴリで、しようと思ってますんで、ハルケショーありえない量入ってます。全部で、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 枚入ってるんで、まあ、どれか引けるでしょっていう、まあ、ちょっと、山と雪のハルケショーがこの森メザーにアクセスできないんで、ドローの方だから、だからまあ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 、こいつは、まあ、そのこいつらと比べるとちょっと弱いかなとは思うんだけど、まあ、1枚ドローが入ってるんでね、まあ、強いかなと思ってこいつも採用しているというところですね。でもうアダマシアとかの、ね、ギミックはね、なくてもね、サーチできるから、ブロックドラゴンで。だから最小限にしまして、まあ、全力で、見かけ指示を立ててブロックドラゴンをサーチしていくっていうね、そういう構築にしました。はい、で、まあ、一応ね、誘発が気になるんだったら、ガーディアンとか召喚して動いていくみたいな感じになるんですけども。はい、で、ね、今の環境ってやっぱクシャトリラが結構多いじゃないですか。たくさん飛んでくるでしょ。で、じゃあどうやってい, いかなっていう、どういう場面作ったらいいかなって話なんですけども、特殊召喚封じちゃうのが一番いいんですよね。はい、ぶっちゃけなんでパッキーバローを今回採用しまして、このモンスターをね簡単に出せるんですよこのデッキは。ハルケショーって特殊召喚でゴリゴリ展開していくんで、まず召喚権を使わないから、ブロックドラゴンでパッキーを出したらもう最後に召喚しちゃえばいいんで、バリアンスと同じですね。バリアンス同じ理論で特殊召喚しかしないからパッキーバロー持ってきて出せるというところと、あと、出し方もう一個あって、ラテン師匠っていうねこのリンクモンスター、こいつがリンク先 の, モンスターと同じ種族のやつを相手のスタンバイフェーズ、まあ、自分のスタンバイフェーズでもいいよ、スタンバイフェーズで出せるよってことがあるから、これで持ってきた、パッキーを出すと、こうすると相手のマクシャトリラを腐らせることができるんで、まあ、一応バース引いてればね通召喚は一応できますけど、まあバースすべきなかなか難しいところもあると思うんで、まあそういうねギミックを使って相手のクシャトリラとか、まあ、特殊召喚系のカードを封じていくと、これがね使ってる感じめちゃくちゃ強かったですね。で、パッキャローを守る手段として、ラテン新章の、バトルフェーズ開始に相手のカード破壊できるよっていう効果で、これでまあ攻撃してきた、まあ、打点が低いんでねこいつ殴られるんですよ、よくなんでパッキャローを殴られるところからまあ守っていくラテン新章と、あと、これ、G ゴーレムインバリッドドルメ、これは、攻撃可能なモンスターは、このカードを攻撃しなければならないという攻撃誘導効果があるんですね。だからこれを出すことによってパッキャローを戦闘から守るということもできますので、まあ、これかこれを出してパッキャローを出して黙らせるという、まあ、こういう構築にしています。で、無限保養とか拮抗勝負を、パルキオンとかでケアできるんでね、非常に、パッキャローを守りやすくなっておりますので、まあ、ぜひね、クソゲー化したい方はぜひ使ってみてください。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さて久しぶりに先行番長をしていきたいと、いうふうに思っておりますが、増殖する G、 なるほど、これは多分あれですね、クシャトリアフェンリルケアだと思います。結構なんかドローフェイズスタンバイフェイズに増殖する G 打ってくる人結構いますね。多分クシャトリアフェンリルとかユニコーンとかに分からされてるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、とりあえずモルイとメザルのハルケショーをぶち込んでいきましょう。これはですね、サッ
プライヤーで持ってきたいですね。なんだっけ、ガーディアン、リバイバルゴーレムからモンスター特殊召喚してサプライヤーで、サプライヤー特殊が成功しておくと、リバイバルゴーレムの効果を発動して、ないあんまなさそうだけどな、まあ、一応ねガーディアン残して展開する方が、まあ、基本的にいいんですよね。あんまなさそうだけど、一応ケアした方がいいかな。これね本当は召喚権使わないともうちょっと展開伸びたりするんだけど、まあ一応ガーディアン出すか。ケア展開をもう見せていきましょう。相手の誘発はね、ガーディアン召喚、これで一応これ以降の、まあ、モンスターによる手札誘発は一応ケアできるっちゃできてるみたいな。で見かけちゃん出していく。まあ、見かけちゃんに無限抱擁とか言われると、まあ、それはそれ止まるんだけど、別に普通に止まるんだけど、まあこれはこうかな。ブロックドラゴン持ってくる。でブロック出す。これ手札から除外しないといけないですね。だからね、枚数が足んない時はあるんで、まあ、それだけちょっとご了承いただければなというところなんですけども。で2体のモンスターを使ってリンク召喚。これねラテン神章出しに行くからコーディネラル出して岩石族にして、小田石族のモンスターでしょ。だから天章のコーディネラルその場所にしましょう。コーディネラル君ね、高校でも普通に強いし、まあ、先行でも岩石族だから別に展開に使えるし、まあ、非常に優秀ですね。まあ、こいつ岩石族なのはなんでなのかちょっとよくわかんないけど、まあ、とりあえずアルマさんリサーチャー、それから、フォシダイナパキファロー、まあ、こいつでドヤ顔していくんでね、基本的にははい、こいつでドヤ顔していきます。で、一旦リサーチャー出しまして、岩石族いるんで特殊召喚できます。で、アダマシアいると特殊召喚できるんでシーカも出していく。まあ、かなりの番長だよな、これもな。でちなみにこれ、あんまり当たりません。今回ね、かなり岩石族絞ってますんで、あんまり当たりません。アダマシアの。当たりました。ありがとうございます。これもなんかウェザリングソルジャーもね、なんかね、結構ね、抜いてる構築もあってね、まあ、なくても別に回るじゃないですか、今みたいな感じで。だから、ね、別になくても良さな気がしてるわ、今のところね。で、無限包囲だけケアしたいので、まずね、こっち出します。はい。無限包囲はケアする。パキケアするんで、あとでね。で、シーカー出しましょう。これ当たってくれると嬉しいな。いやそう、当たんないんで、そう、あんま当たりません。岩石をめっちゃ絞ってるんでね。これはですね、いやこれどうしよっかな。バロネスちょっと足りねえか、枚数。バロネスして出して1枚、2枚、3枚。あーブロックドラゴンいっちゃうのか。いや微妙だね。これバロネスしてコーディネート出してってやると枚数足りないから、ねこれはねしょうがない、バロネス出ないわこれな。ラテン神章出しに行かないとパッキファルが出ないんで、ちょっと残念ではありますが、こうするしかないですね。はい、で岩石族をリンク先に置けばいいの。ここラテン神章は相手のスタンバイフェーズに、なんかお互いのスタンバイフェーズにリンク先のモンスターと同じ属性のやつを手札から出すよみたいな効果なんですけど、それで、パキケを出していくっていう、まあ、このねパキケで蓋すんのがやっぱいっちゃん強いなっていう話あって、でラテン神書効果、これ無限攻撃を一応ケアできてるんで、なんとかでパキケ出すと、これ特殊が封じんのがやっぱ一番強いと、まあ、トラップデッキじゃなければトラップデッキのケアはできてるから、パッキケで。はい。ペルレイノいいでしょう。これ、ティアラメンツはね、大体大丈夫かな。これ、パッキファロ出しとけば。大体。パッキファロとパルキオン出しとけば、大体大丈夫と思うんだけど、OK。ラテン神書しろにバトルフェーズの開始時に、相手のフィードのカード1枚破壊できるよって効果あるから、これでぶん殴ってくるモンスターを、ラテン神書で爆破して、パッキファロをゼロで守るという、パッキキファロ護衛隊となってます。
この番目全力でこの恐竜さん守るっていうね殴られるわけですよ。まあ打点が下がるんでね、これ基本的に打点が下がるのでハウフにスポーチを加えるけど、まあ、特殊召ができないからあんま意味ないと。で、メタノイズ回収からのハウフに触るけどハウフに出せないから関係ない。はい、さあどうする。まあ殴るしかないと思うんだよね。まあ、パキケファローを殴るしかなくて、でパキケファローを殴ろうとするとラテン神章が相手のカードを破壊する。 OK、 バトルフェンズ、ラテン神章効果、まあ、殴られそうになっているのでレイノハートを爆破して頑張って守ると。ゴミやな。これがまあ基本的な勝ち筋ですね。でムドラで、あやばい、ちょティアラメンツネーム戻そうとしてるやん。お前やるな。ペルレイノの効果をね、ティアラメンツがデッキに戻ると相手のカードが破壊されちゃうよということなので、これは攻撃決めるガーディアンで全力でしてほしい。さあガーディアン効果、自分をリリースすると相手のモンスター効果を無効に従いする。はい、 OK。でパッキファロ生存パッキファロが生存すればこっちのもいいよ。でトラップカードはケアできてるんで大丈夫。 OK、 これは今攻撃表示にするともう打点が足りている説ありますか。84OK、余計なことせずになんか普通に出さないでエンドした方が、エンドじゃねえや、殴った方が良さそうですね。バトルレイス、残念ながら恐竜さんを突破することはできなかったようです。ラテン神章か、ちょっとペルレイノだけ破壊します。一応ね、 OK ゴー、はいゴー、完璧ゴー、ウェイこのパキケファロとかいう激気モンスターこいつ禁止でよくない。さあ来ました、地上最強の生物、実質ハンマユージローことクシャトリラフェンリルさん。いけ、クシャトリラフェンリル特殊召喚、クシャトリラフェンリルの効果発動、なにやるじゃないか。ちなみに増時はね、貫通してパキヤロ出すか、まあ、パキヤロ素引きしたらパキヤロ普通に出すかどっちかなんですけど、まあ、パキケ普通に出しますか。これでエンドしましょう。ノードローで、まあ、パキケいるんで、あとクシャトリフェンリルいるんで、まあ多分大丈夫でしょう。パキケ殴ってその後展開してくるぐらいの感じなんで多分生きると思いますね、この感じだったら。まあ、一応最低限ラテン師匠出しに行くみたいなことはしてもいいと思うんですけどね。まあ、スプライトか OK、 スプライトメインフェーズ終了時、はいはい、でレッドの字幕は、まあ、いいでしょう。僕のパキケアロちゃんがよくもよくも僕のパキケアロちゃんを誰いやー、これが新環境よな、これが新環境よな、マジでこれ。いや、どうしよっかな、これ一応しょった方がいいのかな。いや、でもしょっても出されんだよな、しょっても出されんだよな。まあ、でも一応リソース削っとく、リンクスライとかにされることもあるしな、一応。あ、でもそう、同じか結局。まあ、一応リソース削っとくか。これあんなどっちがいいんだろう。なんか別にやってもやんなくてもあんま変わんない気がするけど、まあいいや。エフェクトベーラーはちょっとね、次の展開に取っていきたい。まあそれはいいでしょう。オッケーオッケー。まあそれが、これがキモい動きですね。これがキモい動き。サーチしてきたやつを、うわぁ、ゲボキメーな。全持ちか。まあ、なるほどですね。これは止めるしかないか。止めるしかないね。止めるしかない。で、スプライトブルー、向こう。クシャトリラフェンリルでクシャトリラフェンリル除外してくれたら、まあ一応こっちもクシャトリラフェンリル出せるから、まあどっちでもいいんだけど、これどっちでもいいですよ。やってはこなそうだな。これやんない方がいいかな、やんない方がいいんかな、なんかちょっとわかんないですね。まあでもリソース削れる、どっちにしてもなんか手札にフェンリル抱えられるから、まあ打ってもいいような気もしなくてもないけど、ちょっと、まあ、定石がわからん。スプライトスプリント、はい、で効果どうぞ。こっからは普通にスプライト展開はしてくると思うんだけど、いやもうそんなにね、そんなになんかやばい展開起きないと思うんだよな。ギガンティックからの、まあ、ブルー使ってて、まあ、ジェット出てきてスマッシャーズとか構えられるぐらい。ギガンティックスプライト、はいどうぞ。まあ、それからレッドキャロットとか、まあ、または普通にエルフからのマスカレーナみたいな。そんなに展開伸びないでしょ。カエルとか落としたところで、いやでもカエル行ったら結構伸びるかな、これ
意外とやばいかこれ、意外にやばい、これもしかしてこれ死ぬこれ大丈夫まあでもメインツーなんでね、一応メインツーなんで、まあ生きてることは確定してるんだけど、はい、はい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 、生き返る、 OK、 落として生き返る、生き返らして、生き返らしてメルフィーとか来んのかな、まあ、メルフィーメーブするか、まあ、多分マスカレーナするか、多分どっちかだと思うんですよね。マスカレーナ、はい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 、マスカレーナ生き返る、戻ってきてもあんま関係ないしな。あーそんな感じか。これ今さあれなんじゃないの、あのキャッシーサーチしてエクシーズモンスター2体でマスカレーナとかしちゃった方がなんかワンチャン妨害数は多いかなと思ったけど、まあ、とりあえずまあ、山と雪系の春化粧感が組んだら打って、でクシャトリラフェンリルを墓地送る。さあ、まあ、エルフとマスカレーナの効果あるんで、はい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 、これ何出てくるんだろうな。もうゼロブロス入ってないよね最近のスプライトって。出てくるとしたらマスカレーナからのアストラムとか。いやでもアストラム面倒ちょっと待って、アストラム、うわ、めんど。アストラム、どうしよう。アストラムって俺、サロスエレスしか突破したんねえかな。フェンレル君、対象取っちゃうからな。モンスター特殊召喚しましょう。まあ、パキヒラはちょっと遅かったですね。残念ながら。雪化粧、どっちでも同じな気がするな。こうかな。まあ、とりあえずフェンレル出しといたらいいよって話あるからね。で、ブルーは吹き飛ばして、OK。で、ブルー効果発動するのはどうでもいいです。OK です。で、手札に抱えるのがジェット、OK。了解。じゃあ、そうっすね。いや、これいけそうな気がするけど、展開だいぶできるね。シャトリラ・フェンリルはまあちょっとリンクサーにするとして、まあ、とりあえず丘と、芽吹きの春化粧効果、ドライバーいらないから切って、デッキから持ってくるのはこれこっちだね。で、苗かす持ってきながらモンスター特殊召喚、ね、これは、ブロックドラゴンにアクセスしたいから、こうして、こうして、で、こうですね。で、モンスター特殊召喚。パキケファロー、毎回、俺いけますって言ってくるのうるさいな。俺いけますって言ってくるのちょっとうるさいな。で、特殊。オッケー。いや、こんだけ並んだらね、いけますよ。ちょっと先に、見かけ獅子でブロックダゴン巻き込んでからリンクしましょう。で、オーバーレイネットワークを構築エクシーズ召喚。見かけ獅子。で、見かけ効果発動。リバイバルゴーレムを切ってデッキからブロックドラゴンサーチ、ブロックドラゴン特殊、アストラムの突破方法ってねかなりむずいんですよね。やっぱね、そのね、対象を取らない、効果で破壊されない、落ちた時にフィールドカード選んでデッキに戻す、戦闘する時特殊召喚されててるモンスターだったら立て上がるみたいな、結構書いてるのでやばいから、まあ、こいつを突破するにはこれを入れるしかないんだよな。あなたと私でリンク召喚、アラロサロスエレスクラナキアス。でサロスは、対象とする効果しか受けないから、アストラムで墓地に送られることはないと。リンク召喚したこのカードはこのカードを対象とする効果以外の相手の発動し効果を受けない。これ意味わかんないよ、これよくわかんない、何を言ってんだみたいな。対象としろって言ってるのちょっとなんか謎だよね。対象にならないだと強すぎたのかな、わかんないけど。はいはい、まあフェンリルは戻される、まあいいでしょう。でデッキからリサーチャー持ってくる、シーカー持ってくる。で岩石族おらへんやないかーいってなってるんですけど、まあ岩石族はいくらでも墓地から蘇ってくるということで、まあサプライヤーかな。でブロック効果、自分の墓地の地属性モンスター、もうちょっとパッキファロ出さない気がするよ。3体除外して特殊召喚、はい、ほいで岩石とか入れんでリサーチャー特殊召喚、オッケー。でシーカー特殊召喚、よし
これで殺せそうで、リサーチャー効果、はいはい。あ、ちなみに岩石族あんま入ってないんで全然当たりませんビビるぐらい当たんない。 あのね、このね、めくれるのはマジ運ゲーかなり低い確率だから、これめくれないと思った方がいいね、展開途中で。ああ、アダマシアの展開に期待して展開をするのはやめましょうっていうことを言いたい俺は。一旦バロネスですか、まんまもうなんか何やあの出したところで効果つかないから、持続性以外はあんま関係ないんだけど、まあ、次のターン一応ワンチャンあった場合はフルードバロネスの方がいいで、サプライヤー効果発動して出てくる、でサプライヤー効果発動して、ガーディアン持ってくる、出す、はい出す、はいはいはい、オッケーゴー、総合打点足りてますね、これさすがにバトルフェイズしょらやっぱね、地属性デッキってね、ブロックドラゴンとかいうぶち壊れモンスターが規制されない限りこれ一生強いわ。いや何もない、そこそこ誘発入れているから、まあ誘発刺さればね、あの高校からでも別に普通に手数出るから、まあ、まくっていけるし、まあ、増時取れば余計なんだけど、ハルケショがめっちゃ入ってるから、あの、まあ、言うてね、手数はそこそこ出ます。はい、でまあ増時弾ける札も入っているので、まあ、でも結局先行番長ですね、高校まくりするよりは先行制圧する方が得意。あー、なるほど、楽園か、あの久しぶりに当たったな、なんかもう最近の全然いねえんだよなこのデッキ。いや、エンドフェイズに動きすぎです。エンドフェイズに動きすぎです。エンドフェイズに動きすぎで、お前、懲役500年の刑に処すぞ。早く俺にターンをよこせ。ちょ、いつまで動く？おい、まだ動くだろ、これ。ミラージード出てくる、これ。やば。まあ、エンドフェイズが本番って言われてるからな。なんか、クエムっていうね、モンスター、お主人にはもういるんですけど、クエムあたりが来ると、まあ、より、動きがちょっと複雑になって楽にね、かなり難しいデッキにまたなっちゃうなっていうのもあるんですけど、あとルルワリですか、フルドレス姉さんのさ、なんかなんつうの、進化系、まあ、進化系っていうのかな、うん、がいるんだけど、まあ、そいつが来るとまたグランギニョルも結構強くなるし、っていうのはあるんですけども、まあ、とりあえずルベリオンでミラジェイドまで出てくるのが確定している、まあ、この盤面をさあまくってみようみたいなことか。タックルで、ミラー裏返してなんとかするしかないから、リンドブルームオッケー、リンドブルームもめんどくせえんだよな、ブルームめんどい、ミラジェイドめんどい、いや楽園ってそんなにね妨害構えられるテーマじゃないはずではある、あるし、あと超融合めっちゃ暗はずなんですけど、なんかドヤ顔で展開されるとそれはそれできついという話はあるね。断罪バンド無理じゃないこれ。いやちょっとタックルセイダーでなんとかするわ。まあ、とりあえずオカメブコがタックル墓地送らせてもらって特殊召喚したい。オッケー、まあ、とりあえずソウル、デッキからね、まあ、そうだね、これはナエカスですかね。でナエカス持ってきて、オカメブ効果でタックルクルが効果を発動してできないので、これはオカメブを特殊召喚、オッケーでタックル効果発動、ミラージェイド、いやこれなん全部うぜえな、全部うぜえわ、すべてのモンスターがうざいミラージェイドか、まあ、リンドブルムがミラージェイドなんだけど、まあ、ミラージェイドでいいや。さあ、まあ吹き飛ばされるでしょうこれは、おそらく。さあミラージェイド効果発動して、まあ、アルビオンから送るのかな、あ、オッケー、アルビオン送ってオカメブどっか行く、いやきついけどね、オカメブどっか行くのも、いや春化粧2枚でどうにかなんねえか、なんだこれ、ドラゴンズバインド、あ、説明しよう。ドラゴンズバインドとは自分のフィールドの攻撃力守備力が2500以下のドラゴン族モンスターを対象に取り発動することができるカードで、このカードが魔法トラップゾーンに存在する限り、お互いに対象のモンスターの攻撃力以下のモンスターを特殊召喚することはできないアルティメット激モカードなのである。ドム空間ですねえ、無理じゃね、
なんでそんなカード入ってんの。え、なぜそんなカード入ってんの。うわ、先に開いてくれたらタックでそれ戻したのに。うわ最悪、うわ最悪だわ。無理じゃね。いや無理なんだけど、これ特殊召喚できねえよ。いや無理なんだけど。え、何ドラゴンズバインドラクインって、なんか新たに導き出された環境への回答ってこと、これもしかして。やばすぎ、イドロックじゃん実質。最強かよ。